はい、今夜も。たわごと。トークセッションの時間がやってまいりました。今、たわごとって言葉を忘れてしまいました。今日も金髪美女。ディディ様と一緒に。お送りしております。ディディは今。ねんねんしてます、扇風機を顔に当てながら、かわいいです、肉球がこう見えております。はい、そんな夜のひとときですが、ご質問の方から、マースさん、なぜ世界はこのような闇となってしまったのでしょうか。その原因をどう思われますか。まあ、そのことですね。そのことについてマースさんは腸内細菌に例えてお話しされています。そこのところをもっと詳しくお伝え願いたいですという方ですね。ご質問、38歳の方、男性です。そうですね、今世界が病んでしまっているとすると、腸内細菌、まあお腹壊してしまっている、まあエゴイスティックな世界ってことですね。一体性がない、喧嘩、争い、また人を殺すとか粛清するとか、なんか残虐なことをするとか支配するとか、まあ管理するとかね、で家畜化するとかね、いろんな世界の歴史を見るとそういうことがずっと繰り返されて、この分離社会の中で繰り返されてきてますね。でそれが極地に今、まあ極地なのか中世はもっとひどかったのか、どちらにしてもそういう確かに残念な分離の価値観が強すぎてそうなってると思いますね。ですからそれを腸内細菌に例えるとすごく分かりやすいので、まあそのようなことを言ったことが何回もありますが、まあ普通にお腹が壊している状態ですから、良き菌が必要なだけなんですね。単純にもう良きリーダーがいっぱいいれば、強い、要は感染力とか、悪い菌の感染力が悪いんだから感染力が悪いんだとかと同じように、強いのがダメなんだ、支配するような強いリーダーがダメなんだとか、お金持ちがダメなんだとか、まあだからそういうなんかやり方を非難するということがよくあると思うんですが、実際はやり方でなく、あり方、どんな人かってことですね。どんな人が強いのか、悪い人が強いのか、それは問題ですね。素晴らしい人が強かったらね、アメリカの大統領のように素晴らしかったりするわけですから、強いことが悪いとか、お金持ちが悪いとか、支配者が悪いとかね、だったらラムーも悪いってことになってしまうし、釈迦も悪いということになって、イエスもリーダーですからね。ですからどういう人かっていう、どういう人が強いのか、どういう人が豊かなのか、どういう人がね、お金持ちは全部悪いとか、支配する人は全部悪いとか、強い人は全部悪いんだっていうことではないですね。やっぱり腸内細菌、強いリーダー、立派な愛のあるリーダーがたくさん、善良菌っていうんでしょうか、
そういうリーダーがいっぱいいることが、お腹が健康だってことだと思うんです。地球が健康だっていうことだと思います。じゃあなんでそういうリーダーが今、あらゆる世界にいないのかといったら、まあ多分、そういう人が、そういうのがいけないんだ。強いのがいけないんだ。豊かなのはいけないんだ。なんていうのかな、偉いとかそういうのがいけないんだっていうやり方の世界に長年なってきたからということじゃないでしょうか。結局はどういう人であるか、善の人なのかということが、愛の人、一体性のある人が強い必要があったり、正義の人が強い、愛がある人、本質的な人、そういう人が強い場合は強い方がいいし、豊かな方がいいし、そういう人がね、悪い人が力があったらどうでしょうか。クリシュナムーティという人がいて、力は全部悪だみたいなことを言ってる人がいます。僕はその人大好きですけど、その人ほど強い人いないんですよ。もう彼の講演っていうか喋ってるのを見ると、どんな物体よりも恐ろしい剣幕でなんですね。だけど力は悪だみたいなことを彼は言ってるんだけど、彼ほど力がある人がなかなかいないななんて思うんです。まあバグワンてか和尚なんかもっと強いですもんね、クリシャムティのが。だから力強い人ですよね。というふうに、なんか力が悪いことだっていうのは僕は違うと思います。善良な強い菌が腸内でもいないと腐敗してしまいますね。だからこの世界が病んでしまったのは、なんかそういう強いものとか立派な人とかすごいとか力があるとか豊かであるっていうのを否定した文化があって、で善良な方たちはそんなことを言われてまでお金持ちや偉い人になりたくない、すごい人にもなりたくないって思っていなくなっちゃう、隠居しちゃうとか、そのところから去ってしまう。例えば経済界から、政治の世界から立派な人が去ってしまう。実業界から去ってしまう。愛のある人、素晴らしい人、本質的な人、人を思いやり、民を思いやり、世界を愛する人、そういう人がいなくなってしまうような環境、そういうことを言っていく民、今度はいけないんだ、強いのはいけないんだ、偉いのはいけないんだって言ってしまったら、なる人がいるのかなって思います。だから素晴らしい人がなんかリーダーになってくれない、愛のある人が。その空白なところに腸内細菌の場合は腐敗菌がはびこるんですね、必ず。だから強い腐敗菌がはびこる、要は悪がはびこる世界っていうのは、悪が悪いというよりも善なるものがいないことが問題なんですね。善なる強い菌がいなくなった時にはびこってしまうんですね。だから腸内細菌でいうと腐敗菌を全部殺してしまう、殺菌してしまう。でもね、いい菌がいないとダメになってしまうんですよ。だから結局 大切なことは、良き菌が、強い菌が必要なんですね。そこが民の人たち、一般の人たち、社会の人々がそれを
愛がある立派な人を称賛しないと、そういう強いリーダーを称賛しないとみんな辞めてしまうと思います。だって豊かなのもダメ、強いのもダメ、ね、力のあるのもダメってなったら、それになろうとする人はいないんじゃないでしょうか。そしたら世は病んでしまう、腐敗してしまう、その腸は。それは当然なことなんじゃないかなっていうふうに、まあお話したことがあります。ぜひとも世界中に立派なリーダー、愛のあるリーダーがたくさん増えて、力強い方が、豊かな方がリーダーになっていただいて、世界のリーダーに、政治家にもそういう人がいっぱい出て、宗教家にもそういう立派な人がいっぱい出て、愛のある、他を愛する、戦いの人じゃなくて、喧嘩っていうんじゃなくて、民を愛し、他を愛し、そういう立派なリーダーが、世界の正義や善良さを愛し、そういう方たちがたくさん生まれて、そして豊かになって、素晴らしい事業、人類のためになる、人類がみんな健康になって、みんなが幸せになれるようなものを生み出す方が経営者となって、世界を良くしていただきたいな。ぜひともそれをお願いしたいと思います。それでは、またお会いしましょう。マースのたわごとでした。おやすみなさい。追伸です。立派な愛のある安らいで、元から豊かで、善良な人たちが、強いのはいけない、豊かなのはいけない、それは悪いことなんだ、金持ちは悪いやつなんだ、とかって、もし言われてしまったら、それになろうとする人がいるでしょうか。立派な長や、立派なリーダーになってくれる人がいるのでしょうか。みんな、元から満足していて、みんな隠居してしまったり、何か、そういうものと関係ないところで生きてしまうんではないでしょうか。そんなことを心配します。そしてその空間というか、その人たちが皆いなくなって、皆その業界からいなくなり、愛のある善良な人がどんどん去ってしまったとしたら、王者になってくれない、リーダーになってくれない、愛の力強さと強さと豊かさを持った人が、その人たちがもうすでに満足していて、家族や仲間たちに愛で愛しくて、愛に飢えてることも当然ないし、力や強さに、だったらリーダーになってくれんでしょうか。彼らが素晴らしい力を発揮してくれるのでしょうか。そんなこと心配になります。そして、そんな時に、とてつもなく苦しいことや辛いこと、悲しいこと、恐ろしいこと、とんでもない怖かったことがあって、それでも偉くなりたい、すごくなりたい、強くなりたい、権力が欲しい、悔しい、よほどのことがないと、よほどのことがあって初めて、そういう方々がリーダーに、また実業家に、また政治の世界、宗教の世界、ありとあらゆる世界に、その悔しかった、つらかった、怖かった、もしそのような方々のみがその世界に住んだら、その方たちも含めて世界は幸せなんでしょうか。世界は平和なんでしょうか。だから一番の問題は豊かさや力や、そういったものを
愛がある人々を、愛がある伴うならば、共に生きる愛の力があるなら、みんなで推奨しなきゃならないのではないかと、マースはたわごとのたまわっております。それではまたお会いしましょう。Thank you.